ゲームス馬娘プリティダービー。どうも、のちゅん TV です。馬娘動画やっていきたいと思います。夢の世界もマーベラスということで、今回ですね、マーベラスな情報が来ております。まずは今回の動画の内容なんですけども、新育成馬娘としてですね、バブルガンフェローが実装となります。サポートカードはセレクトピックアップとなっていてですね、こちらねまた来ておりますが、今回ねバブルガンフェロー実装です。バブルガンフェローに関しましては、個人的にはね、エアメサイア予想で置いていたので、今回予想についてはね、外れてしまったという形になります。で、バブルガンフェロー、めちゃくちゃね、実装早かったですね、ということなんですけども、皆さんどう思われましたでしょうか？ぜひともね、コメントをしてみてください。で、今回バブルガンフェローに関しましては、予想面としては、こちらのですね、まあ、パカライブ TV でもね、まあ、直近のもので来て、発表でね、かなり早いなって印象があるんですけども、あとですね、まあ、予想的にあったのが、その四天王のね、実装とかもね、どうすんのとかね、いないじゃんってなるっていうところでね、そういうところもあったんですけども、今回今バブルガンフェローをね、もう予想するにあたっては、やはりですね、このタオルがあるよっていうところでですね、まあ、予想、まあそこからね、もうタオルあるよっていうところが、まあかなりね、でかかったのかなというふうにも思います。で、あとはですね、バブルガンフェローね、やっぱりね、空き店っていうところがありますので、そういうところでね、まあそのチャンミに合わせた直前実装あるかっていうことをね、言っていたんですけども、そういう感じでね、まあ直前実装っぽくですね、来たというね、話になっております。で、バブルガンフェローをね、このね、時、いつ発表だったかなって、ちょっと私もこの動画を作成するにあたって、資料をですね、いろいろ探してですね、やってみたんですけども、この時でした。この時ですね、なんか懐かしいこのケンタッキー馬娘もあるんですけども、こちら、まあ、ハーフアニバーサリーのね、パカライブ TV になっておりまして、まあ、ケンタッキーのキャンペーン、プラス、サポカステルインラブ、キャラジェンティルドンナっていうところでですね、まあ、これね、その 3.5 周年前の予想動画だったんですけども、ここでですね、来まして、そこでバブルガンフェローの話していたんだなということです。なのでですね、今回、その発表からのね、実装の速さっていうところで言うとですね、まあ、めちゃくちゃ早めにね、来たかなって印象が皆さんもあると思います。で、まあ、見ていくとですね、バブルガンフェローね、こちらですね、初代レースホースが馬主さんになっていまして、まあ、やっぱりね、秋天特攻で出すっていうね、この天皇賞秋2回出ていまして、ここでマヤのトップガンにも勝っていますし、ここね、エアグルーブがね、勝ち馬になっているところがあったりするというところなので、まあ、起点特攻で出すなら、まあそうかとね、まあ答え合わせするとですね、まあそうかっていうふうに思ったりします。あとはですね、宝塚記念ではマーベラスサンデーが勝っているよとかね、そういう感じでですね、いろいろね、あるという感じになっております。ということでですね、ゲーム内の性能も見ていくとね、こんな感じになっております。まずバブルガンフェロー性能面に関しましてはね、まずパッと見るとですね、このね、1600メートルから2000メートルのレースでっていう風にあるので、まあそのね、2000メートル特攻で、チャンミのね、その2000メートルと距離に合わせては来ているという話です。やはりね、空き店でもね、使える性能にしていてるなっていう話です。で、これ直近実装なんで、ちょっと見ていくとですね、これ、じゃあ、空き店でどんくらい強いのかという話で、まずは空き店大手環境なので、このね、先行差し目ただよねっていう話になっております。なので、客室的にはこの大手を積む、どちらの客室もできるなという話です。で、あとはですね、固有スキルがですね、これ、まあ、前方という条件があります。ので、まあ一応先行向けかなというところが、まあ通常のところなんですけども、まあただ差しでも前の方に行くことができればとかね、そういうところも考えられるかもしれません。そして条件見ていくと、これ終盤が迫った時、ね、2000メートルもね、含まれて、その時に先頭から4馬身以内、もしくは先頭っていうところだと、すごく速度が上がるという感じです。なので、これですね、2000メートルっていう条件は OK で、中盤の後半ランナーもですね、終盤迫った時なので、接続、すごく接続を狙えるという話です。
でただそのね後ろ客室の場合はその4馬身以内っていうところがですね、まあ、満たせなくなるなっていう話なので、まあ、先行運用というふうになりまして、先行であとはですね今の環境で言うと一応逃げが少なくなる環境っていうことが予想されますので、そういうところでなんか環境には適しているかなというところにはなっています。まあ、ただ進化スキルも含めてですね見ていくと、そのねめちゃくちゃ強いのかっていうところはどうなのかなっていう感じになっていて、これまずね固有がまあ接続すごく接続を狙います。ただし4馬身以内じゃないとダメですよという話、逃げいたりするとまたねブレてきたりですねするという話で、幸運先行だとねいいかなっていう話ですね。ね、その内枠の話もありますけども、そして次進化スキル見ていくと、風雲の志、まあ、ゼファーとかが持ってるやつですね。これでもですねまたね2馬身以来っていうのがあってですね、これ終盤目前なのでこちらも同じところなんですけども、そこでですね同じところ同じようなところなんですけども、しばらく速度になるという話ですね。でしばらく速度が上がるんだね、2馬身以内なので、まあ、かなり幸運先行や先行、逃げいる時のめっちゃ強い逃げいたらどうなるのっていうね話になっているという感じです。でこれも接続速度していく。そしてもう一個の進化スキルが幕引きのね進化なんですけども、これが進化すると残り 200m 地点で、まあこのね1馬身以内ですね、先頭か先頭から1馬身、あとものすごく前に出るという感じで、これがまあオグリキャップの勝利の鼓動のものすごく前に出るバージョンみたいな感じになっているというところで、まあ、こっちの火力でねやっていくかなというね話です。まあ、あとは固有のところでね差しの話をしましたが、まあ、進化スキルが全部先行なのでもちろん先行です。まあ、こっちもですね、そのね4馬身以内とかねありますので、中盤の後半でねもちろん先行でしか固有は使えないんですけども、まあ、かっこ先行で、じゃあ大手積んで接続狙いものすごく前に出るということで、まあ、西洋的には加速スキルとかはないんですけども、まあ、結構まあ強そうかなという印象はあります。先行ジェンティルドンナっていうところが今ね、まあ、暴れ回ってる環境ではあるんですけども、まあ、こっちが強いかなというところで、今回の条件ね、秋天ちゃんみなんですけども、結構この終盤の火力あるところも強みにつながるので、この幕引きの進化スキルがね、結構評価高く、火力出していけるかなというふうに思います。あとは接続しちゃうもね強かったりするのでという話になっているので、まあ本当に前の方もしくは先頭にいてもいいよっていう話 で4馬身以内2馬身以内1馬身以内っていうふうにね前にっていうところをねやっていくといいかなというふうに思います。はい、そんな感じですね。今回ですね、秋天特攻ら辺でですね、実装されました。まあ直近実装なんでね、なかなかねどうするかっていうところなんですけども、まあ結局はね、まあ、このタオル予想でね良かったという話です。はい、であとはですね見ていくとですね、こちらの情報が一応補足であったりします。馬娘プリティダービーのですね、こちら、くるくるですね、これがですね、まあ前回の動画でもね一応ね触れたっていうところではあるんですけども、ここの考察についてはまあ、その動画で言った通りでですね、こっちが逆にあるよっていう風になったので、まあ、もしバブルカムフェローが来たらこうなるよっていうことを言ってたんですけども、次幕張公演があるんですけども、その時にこのくるくる確定ガチャ1回限り優勝っていうのが あると思われます。そうするとですね、ここですね、前回の動画でもね、言っていたところはマヤントップガンも入っているので、一応ワンチャン、狙うことができるかなという話です。新章マヤントップガンね、そしてまあもちろんランダムで、まあ、なっていますので、絶対で取れるかっていうところは難しいんですけども、ここワンチャン狙いつつ、ここにバブルガムフェローが入っていますよねっていう話をしていたので、こっからも狙うことは一応できますよということです。なのでまあ焦らない場合で、優勝できる場合は、落ち着いてここで一旦引いて狙うのはまあこの何分の1このねこの分の1になりますので、これ10何分の1、出てる可能性があるかなと、結構、ね、7% とか 6% ぐらいですかね、ちょっと計算してませんけど、それで出るって話があるので、そういうところはねちょっと参考にしてほしいという感じです。
まあ、もちろんですね、こちらの日時、まあ、20とかにガチャが来るかもしれないので、チャンミーまでの日数っていうのはなちょっとないかもしれないんですけども、まあでも決勝までには間に合うかなとかね、そういう感じ。早く育成したい、そしてバブルガンフェローをめちゃくちゃ仕上げたいよっていう場合は、早めの期間でね、11日の明日とかに引くとかあるかもしれないんですけども、一応このね情報もですね、まあ抑えてほしいということで、よろしくお願いいたします。はい、そんな感じですね、バブルガンフェロー来ました。そしてサポカガチャ軽く見ていきましょう。サポカガチャはセレクトピックアップです。でバブルガンフェロー皆さんもどうするか、いろいろコメントください。まあ個人的にはくるくるガチャに入ってると、そこから出るところがあるとね、熱いかなと思っているというのがバブルガンフェローなんですけども、次にサポートカードガチャいきます。サポートカードガチャに関しましてはですね、こちら、まあこれは新シナリオ前なのでさすがになかなかというところですけども、まあ強いサポカは入ってますね。まあこれ結構強いラインナップだなというふうに個人的には思うところがありますのが、耐震入ってるんですよね。なのでセレクトの中では結構もうね、採用率がもうね9割以上になるオルフェーブル、そして耐震は追い込み用でね欲しいところになっている、マックイーンとかね、そういうところ、まあ耐震プラスなんかでセットするならが、まあ実際面はありそうなんですけども、まあ新シナリオ前ではあるかなというところです。なんでまあこのガチャは耐震狙うなら、まあまあなくはない、なくはないですけども、ですけどもさすがにまあこの時期になってくると、もうねもう2週間ぐらい、2週間ちょいでですね新シナリオ来ますので、なかなかという感じです。あとあるの何あとあるの何ちょっとさ、これは何ってなったんですけど、えどういうこと新シナリオで剣さん復権すんのいやこれ理事長ならまだわかるけど、なんでなちょっとこれコメントで教えてください。どうした急にえ、なんかメイちゃんが入ってるみたいなもんじゃん。え、復権またするの？畑シナリオでも復権ちょっと最初したやつ、1ヶ月復権、いや謎すぎますこれはこれ初心者トラップっていうか、これなんでわからないけどね、そんな感じになっております。はい、であとですね、補足情報で言うとですね、こちらですね、レーシングカニバルもありますよという話ですね。レーシングカニバルについては、まあ、軽くでいきたいかなと思うんですけども、マルゼンスキー、アイネス・フージン、メジロ・ドーベル、アグネス・デジタル、ゴールド・シティっていうのがね、出ますよというところ、資料を漁っていてもありました。はい、ということでですね、バブルガンフェロー実装です。あとですね、言いたいところ、情報を詰め込みたいところとしては、29までのガチャになっております。29までっていうのが、そのバランス調整も29ということで、今回ガチャも29ということで、新シナリオ実装は29です。29日、まあ、確定です。なので、ね、そこをね、楽しみにね、まあ、そのね、サポートカードとかはね、その新シナリオリンクっていうのがあったりするので、そこについてもね、ちょっとジュエルをね、貯めていくようにね、やっていくのがいいと思ってますので、皆さんも頑張っていきましょう。ということで、最後までありがとうございました。いや、今回ね、バブルガンフェロー予想は私はやめさんやに置いていたんで、ちょっと外れたんですけども、どうしようかなっていうところはですね、まあ、くるくるとかもちょっとね、加味するのがいいかなと思ってますんで、参考にしてみてください。それでは最後までありがとうございました。いろいろね、コメントや高評価があると、モチベが上がるんで、ぜひともよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。また次の動画でも会いましょう。のっちん TV でした。またな。バイバイ。